とかそばではなくて博多ラーメン、さすが博多駅ということで、ここは博多駅でございます。今ソニック号が止まっております。私が乗るソニック号は次の電車に乗るため、これは見送ります。ソニック特急大分行きです。かっけーソニック。自由席埋まってるな。改めまして、皆さんこんにちは、こんばんは、レオでございます。この日は2019年11月の9日、ここは福岡県の博多駅です。今ソニック号が、出発していきました。しばらく来てからすぐに次の特急ソニック号が入線してきました。今回はこちらのソニック号に乗って小倉駅まで行きます。883系青色のソニック号、背面テーブルは、こういう感じで、座席はこんな感じなんですけれども、あまりに深くは倒れません。で、横に本当に本当に小さなミニテーブルが、収納されておりました。ということで博多駅を出発です。特急ソニック号は、大分県まで行きます。別府温泉など有名な温泉地を経由して大分駅まで向かう特急電車です。JR 九州を代表する、特急電車ソニック号で、博多から小倉を経由して大分県まで結びます。今回は博多から小倉の間に、乗車しております。この区間は、ね、約1時間ほど乗車するんですけれども、乗車券じゃない特急券がなんと520円で、乗れる、とても、ね、お得な特急電車となっております。九州をご利用くださいましてありがとうございます。まもなく赤羽に着きます。鹿児島線門司港行き普通列車は20時44分、一番乗り場から発車します。ということで赤羽駅を出発でございます。先ほど博多から小倉間は1時間弱とお伝えしたんですけれども、この区間は新幹線も走っております。新幹線は20分弱で小倉博多間を走行し、料金もこの料金から470円プラスした990円で乗ることができます。JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。まもなくオリオに着きます。鹿児島線
ご時報に普通列車は21時2分5番乗り場福北豊か線能形行き普通列車は20時57分7番乗り場若松線若松行き普通列車は21時7分6番乗り場から発車します。お降りの際はお忘れ物のないようにご支度ください。折尾駅を出発、向かい側には、885系が止まっております。この電車は特急カモメ号としても使用されますが、ソニック号としての運用もございます。白いソニックと呼ばれております。九州に来た時に一番最初に乗ったのが、特急カモメです。博多から佐賀まで乗車しました。そちらに乗車機が上がっておりますので、そちらもどうぞよろしくお願いいたします。なかなかね、885系も素晴らしい、電車でした。この特急ソニック号のソニックというのは音速という意味が込められており、その名の通り、この特急ソニック号の最高速度は130キロまで、出すことができます。本当はね、外が明るい時間帯にね、素晴らしい車窓を眺めてたかったんですけれども、夜にソニック号に乗るということでね、なかなかね、暗くて景色が分かりづらいと思うんですけれども、それでもね、このように福岡の博多から小倉間の間はとてもね、車窓がね、夜でも、夜景並みに綺麗な場所がいくつかあるので、それはそれでね、良かったんじゃないかなと思います。なかなかね、夜だとでも130キロ走行とかね、いまいち、伝わらないんですけれども、またね、九州にね、訪れる機会がございましたら、特急ソニック号にね、昼の時間帯に乗ってみたいなと思います。ご利用くださいましてありがとうございます。まもなく戸畑に着きます。ということで、戸畑駅を出発。戸畑駅から小倉まで2駅ほどあるんですけれども、すぐに到着のアナウンスがかかります。小倉駅は本当に、ね、大きな駅、新幹線も止まる、とても大きなターミナル駅です。特急ソニック号は小倉駅から進行方向が変わります。そういったね、注意のアナウンスや、乗り換えのアナウンスなど、たくさんね、放送することが多いと思いますので、かなり早めに、到着の放送のアナウンスがかかっているのだと思います。逆になって自分でペダルを回して座席の位置を変えなくてはいけないという、ちょっとね、めんどくさいんですけれども、まあ多分ね、この辺で、普通に使ってる人たちは慣れっこなんでしょう。そんな感じで、これ博多駅と書いてありますがミスです。小倉駅に到着いたしました。ここから進行方向が変わり、反対方面向こう側に行っちゃいますので、これでお見送りして終わりたいと思います。ということで、博多から小倉間の特急ソニックの乗車機でした。ご視聴ありがとうございました。